こんにちは、 JP コンサルタント海の部屋です。今日はこれまで撮った写真の中でこれはいい写真が撮れたなというふうな感じで思っている月と雲の写真をアップロードさせていただきました。それでは、2倍速ですけれどもお楽しみください。撮ってる時にはこういう映像が撮れてるってわからないんですよね。実際に撮ったやつを画面で見てあーっていう感じで幻想的でいい写真が撮れたんじゃないかなと、写真っていうか映像が撮れたんじゃないかなと思っています。左上の雲のない部分に映っているのはおそらく火星だと思います。この動画は満月の日だったかな、満月日の前後で撮ってるはず、プラスマイナス1日ぐらいで撮ってるはずなんで月がとても丸いです。どんどん雲が覆いかぶさってくるんですけれども、もう雲を押しのけるように強い光の火が放っていて、それをしっかりとビデオのオーロラが捉えている、そんな感じの映像ですね。ここら辺の映像も好きなんですけども、この後出てくるもうちょっと違う映像の方も僕は好きです。この映像だけじゃないのでもうしばらく鑑賞していただければと思います。この動画の2つ目のクライマックスですね。雲が浮いてくるんですけれども、薄い水蒸気が上空にはあるみたいで、その上空の薄い水蒸気が月の光を反射して、で丸い水滴のようなそういった映像を作ったりとか、あともうしばらくするともうちょっと輪郭がはっきりしてくるんですけども、月の傘みたいなものがはっきりと映ってきます。皆さんの持ってるカメラで雲を透かして月ってこんなに綺麗に見えますか？なかなかこんな風な映像には皆さんのカメラではならないのが多いんじゃないかなっていう気がするんですが、まあ僕は一眼レフとかいいカメラ持ってないのでちょっとわからないんですけども、オーロラを使っているんでまあそういった意味でちょっと自慢です。自慢していい映像なのかなと思っています。この動画は、全部で28分の動画を2倍速でやってるので全部で14分あります。だから多分あと10分ぐらい映像があると思うので、
本当にそんな、第2のクライマックスなんてあるのかよと思われた方は、これちょっと早送りっていうか先に進めてみていただければよろしいかなと思います。僕としてはこのスピードでゆっくりと雲を眺めてがいいんで、2倍速といってもこの感じだと結構のんびりとした雰囲気が漂ってますよね。これを楽しんでいただければというふうに思います。星空観測するときってこんな感じですよ。右下を飛行機が通り抜けましたけれども、2倍速なんてむっちゃ早く動いてるように見えました。実際のところ以前の動画で上げさせていただいたように、オーロラは ISO 感度が移動なんで、月のこの細かい模様とかは撮れないんですね。これも露出補正をマイナス2ぐらいにしてるんです。で、月の綺麗な映像はちょっと無理なのかなとかって半分諦めてもいたんですけども、こういう今回のような動画っていうか映像が撮れるんであれば、オーロラで月を撮るのも悪くないなというふうにこの映像を見てから思い直しています。この感じなんかすごいっすよね。お前は月じゃなくて太陽かっていう感じぐらい方向と月が輝いてて、なんかこう熱くなってしまいます。ここで雲が完全に切れました。で、雲が切れていくと同時に後ろに白い点みたいに火明かりが水蒸気に反射して見えていたのが、これがたくさんに増えていくんですね。ピントが合ってないとかじゃないんですよ。月の映像が水蒸気で反射してんだと思う。あとは薄い雲ですね。まるで月の周りになんか衛星があるかのように見えますよね。4つか5つぐらい、こう、なんか、月の衛星が月の周りにあるかのような、なんか月でない木星とかの写真撮ってるような気分になるんですけども、まあ、月です。はい。こういう映像を撮るつもりがあったわけじゃなくて、撮った後見て、ああ、いいなぁと。
て月の周りの雲っていうか、あ、傘か、月の周りの傘がだん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 濃くなってきて、まあ傘はできたけれども翌日雨というわけじゃないですよ。翌日は曇りでした。雲の流れとこの糸周りのこの光の玉、ここら辺のところをじーっと見ていると、まるでどっかを突き進んでいく月を後ろからこう何かが追っかけている、そんな感じの映像にも見えるんですよね。そういったところもこの映像を気に入っているところの理由の一つです。皆さんはそこら辺のところどんな風な感じを持たれるでしょうか。この日実は牡牛座の流星群を捉えられないかなと思いながら望遠鏡を空に向けたっていうのがまあ実態なんですけど、望遠鏡じゃなくてビデオですね、ビデオを空に向けたっていうのが実態なんですけど、まああんまり星が流れてる雰囲気が牡牛座流星群なかったので、それで月の方にカメラを向けてみたんですよ。こういった映像が撮れるか撮れないかっていう縁って、なんか、まあ、縁というか運というかそういったものを感じますよね。状態でよーく周りを見ると月明かりに負けずに輝いている星もちょっとあるんですね。皆さんの画面では4つぐらい映っている火星以外の強く輝いている星もう見えていますでしょうか。それではそろそろこの動画も終わりです。
長い時間お付き合いありがとうございました。この動画を私以外の人たちも楽しんでいただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いいたします。それでは失礼します。